はい、こんばんは。月刊依存症学ぶ集い、今日はですね、この番組の100回記念として、特別番組として、3回にわたってですね、お送りしています。で、今日は、その2回目第2部ということで、先日といってもこの夏なんですけど、そうですね、8月の27日に豊田市で、日本大学の、近藤恒夫さんとか田代正史さんに、講演をしていただいたんですが、その中のですね、前回は近藤恒夫さんにお話をしていただきましたけども、今回は田代正史さんにですねお話を伺おうということで、第2部ということで編集をして構成をしました。ということで、じゃあ、じゃあパワーポイントに、はい、していただいて、はい、どんな感じのことなんですかね。どんな感じのことを、やったんですかね。まあ、いろいろ面白い話が出てくると思いますので。はい、まあ、ちょうどその前の日かなんかにここへ来られたんですね。そうですね、前日の夜にこの会スタジオでですねお話をしていただきました。それはすでに YouTube でアップしてありますので、ご覧になってください。今日はそれの講演会という形での、ビデオをお送りしますので、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。スタートします。はい、田代正史さんはシャネルズのメンバーとしてメジャーデビューなさいまして、私も何でしょう、中学校の時に何しろ学校 の合唱コンクールなんかで、シャネルズの歌をみんなで歌った覚えがあります。はい、今日はとても楽しみにしてまいりました。では田代さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。薬物依存症のマーシーです。私普段いつも自己紹介しているときに、日本で一番、有名な薬中のマーシーですって自己紹介してたんですけど、この間の K 選手の事件以来、日本で2番目に有名な薬物になった薬物依存症者になりました。まあ、嬉しいんだかちょっと悔しいんだか複雑な気持ちなんですけど、まあ、彼のおかげで出れなかったテレビにも出れるようになっちゃいまして、自分から出してくださいって言ってないのに、テレビ局の方からぜひコメントをみたいな。その時に、まず最初に皆さんに伝えたいのは、こう薬物依存症は病気だっていうことなんですけど、僕もようやく俺病気だからやめられなかったんだって、思うようになった時から、なんかすごい肩の荷が下りたっていうか、気持ちが楽になったっていうか、その、取材の時に、僕たちは病気なんでね、マスコミの人たちとか世間の人たちって、不安の人とか家族の人のためにも更生してほしいって言葉を使いますよね。で、僕たち病気なんて更生ではなくて回復って言葉をぜひ使ってほしいんですけどってお願いを毎回するんですけど、放送を見ると、K 選手の田代正史更生のためのアドバイスみたいな見出しが必ずついてて、あれあんだけ回復ってお願いしたのにな思うんだけど、必ず更生って言葉、更生って皆さん言葉、人のためにやるような意味合いじゃないですか。自分のための更生だって、自分のためだったら回復だと思うんですよ。なのに更生って言葉を世間に、更生ってなんかすごく犯罪めいた、まあ確かに違法なものだから犯罪ですけど、なんかそういう言葉じゃなくて回復って言葉を病気だから使ってほしいなって言っても必ず、それで
回復って言葉を使ってくださいって言うと、すいません世間一般的には厚生なんですよってディレクターの人に言われちゃうし、亜生厚生ってうるせえって言うんですよ。ある程度おしゃべりしましたけど、ちょっとしゃべる前にちょっと言っときたいことあるんですけど、僕いろいろ公演とかいろいろ回ると会場に綺麗な女の人とか、若い女の人とかいるとなんか緊張しちゃって喋る言葉がこう出てこなくなったし、頭が真っ白になったりするんですけど、まあ今日はそういうこともなく普通に喋れそうな感じしましたまあ話戻りますけど冗談ですよ本気にしないでくださいよまあそういう、まあ、テレビにね出るようになったって話ですけど、テレビに出たら出たで、僕今現在ダルクってね、施設のスタッフやらせていただいてるんですけど、まあ、ホームで、電話を受けたりとか、刑務所から来た手紙に返事を書いたり、毎朝一番にコーヒーを入れたりとか、そういうお仕事してるんですけど、その時テレビ出た後にすぐにクレーマーの人が電話かかってきて、僕がたまたま出たんですけど、なんでお前のところの団体は犯罪者を出してんだと、でいうふうに言われたんで、ああすいません、うちの団体はみんな犯罪者なんですけどって言ったら、ああそうなのって電気は納得して切られましたけど、まあ、先ほど話した、ね、うちの大学の代表の近藤代表も捕まっていて犯罪者なわけですよ。しかしね、ずっと辞め続けて他の仲間たちの手助けをこうしていくうちに、もうダルクができて30年、もう今年31年になりますけど、同じ犯罪者だった近藤代表、だんだん先生と呼ばれるようになってくるんですよ。いずれ俺も先生になりたいなと。先生って言ってもしくじり先生じゃないですか。まあしくじり先生、スパって雑誌の、次にしくじり先生に出てほしい、男の第1位に僕が選ばれましたけど、俺ぐらいしくじり先生に適したやついないでしょ。ねえ、まあ、お前しくじりすぎだぞっていう感じですけど、まあそうやってこう人生でこうつまずいたね、失敗をした経験があるから今僕があるっていうか、だって皆さん思いません？僕が捕まってなかったらね、こうやって大学につながってなかったら皆さんとお会いする機会もなかったわけですよ。それはさ、偶然ではなくて多分必然だったんじゃないかなって、なんか大きな力に動かされて今俺はここに立ってるっていうか、遅かれ早かれ俺は皆さんのこの前に立つことになっていたんだ、そういうふうにすごく思えるようになってきました、だから偶然お会いしたわけじゃない、まあ今日ねお会いしたわけですから、もうこれからはどっか街で見かけたらね、気安く回しって肩を叩いていただいたら、うるせえなこの野郎って言いますからまあそういう付き合いをしていきたいなとかね、せっかく知り合ったんですから、そう思うんですけど、まず最初になぜ僕が薬を使い始めたかっていうことなんですけど、皆さんもご存知の通り、さっきね司会の女性の方が、言ってらっしゃいましたけど、シャネルズという、顔黒くなって、ドゥーアップっていうブームを巻き起こして、デビューシングルのランナーウェイが110万枚の大ヒットをいきなり生み出して、ランナーウェイ覚えてます？ランナーウェイとても好きさ、連れて行ってあげるよって、俺が連れてかれちゃいました、ね、遠いところへ7年間もまあそれでデビューしてね、すごいヒット曲を 何曲も出して、後にバラエティに転向してね、志村けんさんからこうね手助けをしてもらって、全国区の、お笑いの人気までになって、
自分の番組も、週にレギュラー4、5本持ってるような、まあ、結構いい位置まで皆さんもご存じと行きました。ただこう毎日面白いこと、新しい面白いこと発信していかないとみんなに飽きられる、ね、消えてくる芸能人たちがいっぱいいるじゃないですか。あれは同じことずっと言ってるからなんですよ。飽きられないように次から次へと面白いことを発信しなきゃいけないっていうふうにだんだん思ってきたら、なんかそのいつまで俺は面白いことを発信しなきゃいけないんだろう、いつまでも続けられるんだろうこんなことって、だんだんなんかそれがこう重荷っていうかプレッシャーになってきて、だんだんちょっと心病んできたっていうか、なんか精神的にちょっと参ってきて心痛くなってきて、そういう時に不思議なものです、それを改善してあげようっていう人が現れるんです。それはテレビ局のアシスタントディレクターの人だったんですけど、最近田代さん元気ないですね、いいのありますよ、あ、これ覚醒剤だなって分かったんだけど、僕はもともと中学校の頃からシンナとか吸ってるようなちょっとやんちゃな、青春時代を送ってきてたんで、シンナも時が来たらやめられたし、その覚醒剤も時が来たらやめられる、しかも1回とか2回こう気分を変えたい、このちょっと心痛くなってるのを改善したいって思って、で1回か2回でやめようっていう部分で、もともとそういう不良少年だったから、そんなにこうあんまり罪の意識が大きくなかった、いや悪いことだって分かってましたよ、でも1回か2回やったらやめられるからっていう思いで使い始めたら、もうドッカーンってハマって、これね、なんでやめられないかって話をよく聞かれるんですけど、まあいろいろは大学にこうつながっていろいろ勉強して、例えば脳の中にこう幸せだなって感じるドーパミンっていう物質が出てくるんですけど、普通にご飯おいしいとかね、幸せだなって思う時に出るドーパミンが、40から80ぐらいらしいんですよ。でまあ女性の方いるんでちょっと失礼かもしれないですけど、セックスの時でさえ400ぐらいドーパミンが出るらしいんですよ。それが覚醒剤の時1000以上出ちゃうらしいんですよ。だから半端ない幸せ感を脳が覚えちゃうんですよ。しかもそのドーパミンが引っ込む扉も閉まってしまって出っ放しの状態、そんな状況を脳が覚えちゃうから、その自分の意思でもう今回でやめとこうって思ってても脳がそれを覚えちゃってるから、脳とかその、ね、体を欲してしまう、そういう話をいろんな講演で話すんですけど、俺、まあこの間7月、2年前の7月2日に府中刑務所出所してきて、まあ、近藤さんの下でね、スタッフとして働かせていただいて2年間クリーンを続けてるんですけど、まあいろんなとこ講演行って、そうさっきのドーパミンの話とか、近藤さんも話した渇望が起こるとかね、体を欲してしまう、自分の意思ではどうもならないって話をしててもやったことない人ってそれがちょっとピンとこないじゃないですか。それで俺が一番俺らしい答えって何だろうって考えた時に、これが一番手っ取り早いかなと思ったのが、一回やってみってなんで回しやめられなかったか分かるからね、一回やってみたら分かるから、それが一番なんか説得力があるんだ。なんかやおすすめしてあるじゃないですよ、別に決しておすすめしてるわけじゃないけど、それが一番手っ取り早い、手っ取り早い俺のメッセージだなって、なんで回し、あ、だから回しやめられなかったんだって分かるからって想像はできるじゃないですか。そこにたどり着いたんだけど、だからってやったら俺みたいになっちゃいますよってことなんだけどね。まあ、その、なんでやめられないかっていう、
話を必ずテレビ局の取材の人も、さっき僕言いましたよね、心が痛かったり、ね、病んじゃった時に薬欲しがる。で、薬ってもともと痛みを軽減したりとか、ね、傷を治したりとか、そういう時に使うわけじゃないですか。それと何ら変わりはなく、痛みがあった時に俺はその薬によって軽減したい、その痛みをっていう部分で使ったその薬がたまたま、うん、違法なものだったってことなんですけど、そこで皆さんが思うのは、他の人たちもね、心痛かったり病んだりすることあるけど、使わない人は使わないですよってね、言われちゃうんですよ。それ言われちゃうと、ごもっともやってない人が多いですよね。でも俺たちはたまたまそういうふうに病気にかかっちゃった、どう説明したらいいんだろう。例えばね、病気になりたくない、健康に気を使って食事もね、体にいいもので衛生にも気を使って、で毎日夜寝るときうがいするとか、そういうね、こう病気を防ごうとする動作をしてても、薬にか、病にかかっちゃうことありますよね。だからどんなに防御してもそういうことがありえんですよって話をすると、でもやらない人がやらないですよねって言われちゃうんですよ。で、あとどう説明したらいいのかなって考えて、ね、交通事故に遭いたくないから、ね、すごく交通ルールも守って、左も右もすごくいつも注意して普段生活してます。でも事故に遭うことありますよね。でもやらない人はやらないですよね言われちゃうんですよ。それで僕が出した答えは、そういう人はラッキーもうその答えでしかない。まあやらない人が多いわけですから、心痛くなってても。でもこの子、例えばどうなんだろうって、いや全員の人に納得させてね、させるのは難しいんで、僕の考えですよ。小さい頃からね、赤信号渡ったらダメですよ、教育されてますよね。でも急いでる、車が来てない、おまわりさんも見てない、今回一回だけだったら、で赤信号渡った経験ないですか。それになんか感覚に、なんか俺は近いような、俺の考えですよ、気がするなと。見つからなければいいやみたいな、急いでるから一回ぐらいなら。でもね、そのまあ今皆さん話聞いて、でもやんない人はやんないですよねって言われたらそれなんですラッキー。そしてまあ今日本の法律ね、はい、覚醒剤やりました、あなた何回目です、懲役何年です、それしか選べない、自分の意思で選んでるわけじゃないです。アメリカなんかは、海外なんかは、薬物で捕まりました、あなた、奉仕活動しますか、施設に入りますか、病院に入りますか、選択肢がいっぱいあります。で、日本だけなんですよ、使用罪っていうのが。向こうはその所持とかそういうのは罪になるけど、自分で使用した罪はないのに、日本は、日本とあと中国といくつかぐらいしかないらしいです、使用罪って。それでもう、はい、使いました、はい、逮捕、はい、刑務所なんね、ってそれしか選べないから、自分でそれを選んだとしたら、ね、責任も持とうとか思うしだろうけど、自分で選んでないからそんなに答えないっていうか、さぞかし皆さん刑務所入るとすごく反省して、ね、後悔して、こう、まっとうな人間を目指して出てくるイメージあるでしょ。全く逆です。刑務所は、まあ、皆さん行ったことある人ないですよね。刑務所どんなとこかっていうと、僕が行った府中、最後に行った府中刑務所、6割か7割ぐらいの人が、薬物も自販で捕まった人たち。しかも、さっき言ったみたいに、
自分の意思で辞めたいって思ってる人がほとんどいない。休憩時間、運動の時間、どんな会話がなされてるかっていうと、マーシー、今度俺から買えば捕まんねえから、いやいや、お前捕まっちゃうんだもん、そっから買いたくない。それとか、俺の知り合いの親分の行きつけの病院は、こう特別な点滴をしてくれて、使ってても、その点滴したら尿検査に引っかかんねえとか、そんな情報ばっかしを取り買うんですよ。あと、マーシーが覚醒剤をポッカレモンで溶いて打ったことあるって。ポッカレモンで溶いた覚醒剤は入れた瞬間に口の中レモンの香りですごいよ。やってみたいとか思っちゃうから、そんなこと聞いたら。そんな会話しかなされてないね。車の窃盗で海外に売っ飛ばす車を、日本で盗んだ車をナンバーリングとか変えて、今はそんな時代じゃないと。海外が欲しがってるのは ラーメンの製麺機とか、麺を作る製麺機とか高く売れるとか、そんな話が毎日ここ情報として入ってくるんですよ。そんなとこで回復できます？しかもその刑務所の規律、なんか昔の軍隊方式みたいなのがずっと残ってて、朝自分の、ね、寝泊まりしてる車房から工場まで行くのもずっと左右左右ってやってずっと更新していくんですよ。それが揃ってないと、あいたしろ列外って言われて、列外に出されて30分ぐらいずっと更新させられるんですよ。左右左右って。あと僕がいた工場が60名ぐらいいる、まあ、あの自衛隊のここのワッペンを台座にこう縫い付ける仕事してる工場だったんですけど、いまだに僕あのここのとこタコがあるんですけど、針ずっとやってた、それをやってる工場にいたんですけど、毎日同じメンバーなのに、毎朝朝の修行時間と帰りの時間に点呼取るんですよ。毎日同じメンバーなのに毎日点呼。しかもその端から番号123って来るでしょ。4って言っちゃダメなんです。4って言わないで、7って言っちゃダメなんです。7って言わないで、9って言っちゃダメなんです。9って言わないで、なんか昔の軍隊方式らしいんですけど、それで朝、ね、全員60名が並んで、端から、はい、番号、1、2、3、4番目にいたやつが、4って言うんですよ。4じゃない、お前。ね、担当の刑務官、4じゃない、はい、やり直し。また端から、1、2、3、また4って言うんですよ。俺、4じゃねえって言ってるのは、死だし、はい、やり直し。また端から1、2、3、また4って言うんです。いい加減に担当刑務官が怒って、お前何回分かんだ。ここの刑務所には4も7も9もない。お前は死だ。怒った途端に工場の電話が鳴ったんですよ。そしたらその担当刑務官が電話に出て、はい、こちら4工場ですって言ったんですよ。お前は4あるんだろ、これ。あんだけこんな刑務所には4はねえって言ってたのに、自分はありか。あとね、刑務所ってね、何をするにも、こう書類みたいな願い事って書かなきゃいけない。何をするにも、まあ便所へどんどんはい、呼べお願いしますで許可を得なきゃいけない。作業中も何か落としても席を動くとき移動しますっていちいち許可を得なきゃいけない。でもっと大きなことは願い事っていう、毎日担当刑務官が「はい、願い事」って回ってくるんですよ。その時に例えば僕が風邪をひいてます、風邪薬が欲しい、ちょっとさ鼻詰まって何か覗いたい、風邪薬が欲しい、だから願い事の時にまず最初に「はい、私の願い事」って、ちょっと風邪ひいてみたんで風邪薬欲しいんですけど、相方でねって言って、
願い事書の紙にね、田代風邪薬みたいなの書いてる。それが一回上に上がるんですよ。そしたらこの2、3日経ってから工場改心っていうのがあって、白衣着たお医者さんじゃないんですよ、刑務官が、刑務官の格好に白衣着て、まあ多少医療にちょっと詳しいみたいな人が見てくれるんですけど、それ順番待って並んで、はい、田代どうしたって言って、あ、ちょっと風邪で、あの風邪薬欲しいんですけど、はい、風邪ねって言って、ちょっと測ってみて、体温計を渡されて、体温を測って、うん、ちょっと寝てたんで、はい、分かったって言って、その紙がまた上に上がるんですよ。次にやっと、医務で、こう、検診してもらえるんですけど、で、今度は本当の先生に見てもらって、あ、なんか熱あったみたいね、ちょっと今どうって言ったら、うん、ちょっとまだ、喉、ちょっと、だいぶ良くなってきましたけど、あの、まだ喉痛いですって、わかりました、じゃあ、お薬出しておきましょうね。その日に出んじゃないんですよ。次の次の日ぐらいに出てるんですよ。薬出てきた時、もう風邪治ってます。何をするにもそう段取りがいい。それでね、時間の経つのは長い。もうまだ30、まだ3時間みたいな。もうね、なんか精神的にだんだんやられてきて、髪の毛もごっそり枕に抜けてるし、もう精神的にどんどん やられてくる。早く時間過ぎてほしいから、俺が取った行動は面白いこと、くだらないことを考えて、ね、早く時間を過ごそう、もうそれしか考えてなかった。反省どころじゃない。その勤務所の期間を一日も早く出所に向けて過ぎていくように、ものすごいくだらないこととか面白いこと考えよう、そればっかしを考えてた。どんなこと考えてたかって言ったら、早起きは三文の徳、早く起きた人が三文拾って得をしたって話ですけど、ちょっと待てよと、もっと早く起きた人が三文落としたんじゃねえのか。だから早く起きても損することあんじゃねえのか。だって落ちてるわけだから、もっと早く起きた人が落とさないと拾わないじゃないですかって。それとか、あの、泳げたいらきくんの歌、毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうわって、よく皆さん考えてください。毎日鉄板で焼いてるのはおじさんなんですよ。おじさんの方が嫌になっちゃうから、あんな暑いところで、しかもたい焼きなんか一回しか焼かれないのに、おじさん毎回焼いてるんですよ。焼き終わった後掃除とかするんですよ、鉄板の。海に煮込む煮込むみたいなおじさんだろう。そんなこと考えたり、あと だしを出す昆布、海にいるときだし出ちゃわないのか。あと七転び八起き、7回転んだら7回起きればいいんじゃねえの。なんで1回多いんだろう。カエルの子はカエル、カエルの子はオタマジャクシだろ。かわいい子には旅をさせろ、ボスにも旅させてやるよ。いろんなくだらないこと考えてます。本当にもっと聞きたいですか。チェッカーズのギザギザハートの子守歌、ちっちゃな頃から悪ガキで、ね、待てよ、どんぐりコロコロのメロディーで歌えるぞ。歌ってみましょうか。ちっちゃな頃から悪ガキで、15点不良と呼ばれたよ、ナイフみたいに尖っては、触るものみんな傷つけた。夢までくだらない夢見ちゃう。僕はあの韓国のミョンドンっていう日本人の観光客が多い街を一人で歩いてるんですよ、夢の中ですよ。だ、日本人の観光客に韓国のおばさんがビラ配ってるんですよ。田代まさし、田代まさしって、あれ韓国のおばさんはなんで俺のこと知ってんだろう。
夢の中ですよ。それで、そんなわけないなと思って、そのビラ配ってるおばさんがこう、ね、田代正史っていうの、そばでよく聞きに行ったんですよ。したら、足のマッサージ、足のマッサージって、笑いながら夢から起きましたから。あと駅のホームのアナウンス、電車が参ります、白線の内側でお待ちください、白線の内側狭いですよ、つま先立ちじゃないかそこで待てないですから。ドッグフードのペティグリーチャムのコマーシャル、さらに美味しくなりました。誰が食べたの？ドッグフードなのに。犬に聞いたのか？さらに美味しくなりました。利権のフエルワカメちゃんのコマーシャル。ね、フエルワカメちゃん。あれ、増えてないですからね、皆さん。元に戻ってんですからね。乾燥させて小さくしたやつを。数が増えてるわけじゃないから。元に戻るワカメちゃんならわかるよ。桃屋のご飯ですよ。ご飯じゃねえだろ、あれ。海苔だろ。ネーミングおかしくねえか。もしネーミングつけるなら、ご飯に合いますよとか。ね、そういうのつけてほしかったな。何が言いたいかっていうと、刑務所はそんなくだらないとこなんだと。厳罰を与えても薬物依存は治んねえぞと、こんなことしか俺は考えてなかったと、そういうことが伝えたいわけですよ。刑務所じゃなかったですけど、留置所にいた時、留置所入ったことあります？皆さんないよね。留置所って自殺しないようにベルトとか紐で全部取られちゃうんですよ。三浦和義ってなんかロスの留置所で首吊って死んだでしょ。ああいうことが起こんないようにベルトとか紐取られちゃう。で俺もまあ取られて部屋にいた、前の部屋にいた、ちょっと小太りの、まあ30歳ぐらいの男かな。やっぱりね、紐とかベルト取られてるから、そいつが入ってた時も大きかったわけ。それでそのズボンがこう、ずい下がってて、半分お尻が出ちゃってたの。その時俺は何を思いついたかっていうと、あ、こいつは裁判前に判決が出てる。いや、俺面白いこと考えついちゃったなと思って、これ代々に伝えなきゃと思って、担当の刑務官の人呼んで、すいません、あいつ見てください。裁判前に判決出てますって言ったら、その刑務官が、田代君、他で言わない方がいいよ。反省してないと思われる。たしなめられちゃいましたね。これ実話ですからね。する場がねえんだよ。あのね、俺はこの回復の仕方をこういうなんか面白おかしく伝えたいのね。難しくじゃなくて、それは田代正史にしかできないことだと思うから、今の俺にできること、田代正史にしかできないことなんだろうと思って、こういうことだったんだけど、ただこういう講演で、例えば近藤さんと一緒にこの間も神戸の神戸学院大学っていう学生たちに講演したんだけど、もうこういう感じで俺講演するじゃん。終わった後に先生たちに、あ、すいません、あんなに楽しく回復を語られると生徒たちが癖使ってもいいって感じがしちゃう。もっと悲惨な話をしてくださいと。どうなんだろうって、俺は俺だしな。まあ、そういう望む世間もあるわけですよ。悲惨な話聞いた方が歯止めになるって。まあ刑務所の話はね、さっきお話した通りなんですけど、
使ってた時俺はどうだったか。使ってた時僕はうつ病だったんですよ。うつ病ってうつ病気ですよ。あのね、使ってる時ね、普通ほらみんなイメージの中で幻覚見るとか幻聴が聞こえるっていう話聞くで、それ人によるんですよ。俺の場合全く幻覚も幻聴も聞こえなかった。俺ほど薬に合ってる男はいないなぐらいのことですから。それで、ね、でも自分だけなんですよ、そう思ってるのは。多分はたから見るとやってない人から見るとちょっとこの人おかしいっていうの多分あったんだろうなって今思うのね。で俺はこう使ってる時かみさんに分かんないようにねこっそり使ってたんだけど、でも自分の部屋から出てかみさんのとこに行っちゃうと顔色とか見られて感づかれるのも嫌だなと思って俺部屋から出なかったわけ。困って部屋の中にで当時も行かなかったわけ。どうしてたかっていうとこういうペットボトルにおしっこを入れてこう何本か並べてたわけで、ね、薬使ってる時はもう覚醒してるから全然 寝れないんだけど、薬が切れてくるとガクンって、みんなね、後遺症ってどんなのありますって聞かれるんだけど、覚醒剤って後遺症ないんですよ。ただ寝ちゃうだけ、疲れ張ってて。よくさ、イメージでなんか虫が張ってるとかさ、壁こうって引っかいてるとかって、皆さん、あれテレビのオーバーの表現だけですか？ただ眠くなるだけ。だから俺も疲れ張ってて寝てるよ。で、だって気がつくと、そのおしっこが入ったペットボールがなくなってるから、だから神さんが入ってきて多分だから分かってたんだね、多分俺が使ってるってこと。もう綺麗に掃除してあって空の瓶を置いてある。その時、あ、神さん分かってたんだと、俺の行動をある意味水に流してくれたんだと。すいません。こういうふうにね、元気に回復してる姿を皆さんにお話しするんですけど、さっき言ったように近藤さんがお話してましたよね、もう二度とやりません、ごめんなさいで、やめられないんですって言える社会が必要だって。これ大学につながってようやくね、やめられないってことが言えるようになってから回復が始まったんですよ。自分に正直になること、薬の前で無力だったってことを勉強してから回復が始まっていったんですけど、そこでまあその薬物依存という病気は生涯治療だとね。でも生涯かけてやめますっていうのはヘビーだし約束できないことだから、大学で教わるのは Just for today って言って今日一日、一日、たかが一日だけど、されど一日なんですよ。その一日を繰り返していくこと。次の日また一日やめようって思うだけでいいんですよ。今日一日ぐらいだってやめられるんですよ。で、こういうふうに思うようになったし、この間スポーツ新聞の取材を受けたときに、前はごめんなさい、二度とやりませんって言ってたのが、ようやくここに大学につながって僕は、ずっとお約束できないかもしれないけど今日一日だけやめる努力は、お約束しますって言えるようになったんですよって話を取材でしたんですよ。そしたらそのスポーツ新聞の見出しのところに田代正史開口一番今日はやってませんって書いていや違う違う違う昨日までやってたみたいじゃん、それじゃん。あいつはなんで面白おかしく書こうとするんでしょうね。まあ、中の記事はちゃんと書いてあったんだけど、見出しのとこはそうなんですよ。今日はやってません。違う違う、今日一日やめる努力はお約束だから。もうそういうの多いんですよ、なんか。もうツイッターとかやってもひどいですよ、俺。ツイッターでこの間十勝花子さんっていう女優の方が亡くなって、僕が映画を監督した作品に
出ていただいたんですよ。でその時恩のある方だったので残念ですってツイッターに上げたら、お前が死ねとか書いてあるんですよ。でもそういうね、誹謗中傷悔しいですよ、書かれてた。でも悔しいと思うから頑張れるんですよ。何だよ畜生って思うから次頑張ろうと思うわけじゃないですかね。現状維持だったら努力しないから。だからね、あなたのその誹謗中傷が今の僕をね、頑張らさせてくれてますよってことを書きたいんだけど、また書くとそいつが調子に乗るから書かないけど、あとこの間もあの上を向いて歩こうの作詞で有名な永六輔さんが亡くなりましたと。僕はその永六輔さんのベストセラーの、うん、なんていう本だったっけな、ながら映画じゃないな、まあベストセラーの本があって、そのドラマに植木仁さんの息子役で出たことがあって、その永六輔さんの作品に関われたことを光栄に思いますってツイッターに上げたら、書き込みに、お前は上を向いてじゃなくて下を向いて歩けって書いてある。うまいこと言うなと。せめて前を向いてにしてほしかった。下を向いてたらぶつかっちゃいますからね。まあそういうね、世間的にはまだまだ厳しいし。でもさっき言ったみたいにね、近藤さんが言ってたみたいに、正直にちょっとね、やめられないって言える社会に変わっていったらどんなにいいだろうと。でさっき言ったみたいに、更生ではなくて回復って言える。だって皆さん、回復っていう字、回を重ねて復元するんです。一回じゃないんですよ。何回かしくじって復元した時に、その回っていう字は心よいっていう回復に変わるんだ。ようやくなんか勉強してそういうふうに思えるようになってきたし、ただただその世間の人たちはまだまだね、病気だって認識してもらってないし、世界、保健機構 WHO も薬物依存の病気ですってちゃんと提唱してるし、各国ではもうその薬物を使ったのことを厳罰するのはやめましょうって、治療しましょうっていうのに変わってきてるのに、まだまだ日本はそういうふうにならないし、まあ、そのために近藤さんと一緒に全国回っていろんな講演してるんですけど、もうほとんど出所して2年ですけど、ほとんど全国回りましたね。北は北千住から南は南千住、東は東日暮里から西は西日暮里、狭い範囲で全国回ってます。まあそういうところでね、全員を納得させるのは難しいですよね、いろんな価値観があるから全員を説得させるのは無理だけど、まあ、こう聞いてく今日来てくれてる人の一人か二人でもいいや、ああマーシーが言ったこうそうだなって、で逆の意見もあっていいと思うんですよ。マーシーこう言ったけど俺はこうだなって、それはそれでまた俺に対しての興味だから、うん、マーシーはこう言ったけど俺はこういう考えっていうのは全然あるです。で同感してくれるのもあるだし、うん、ただ今こういうふうにね、うん、元気に回復を飾ってますけど、日々いつも薬の誘惑が僕を襲ってきます。昨日も茂原さんの仕事終わった後、近藤さんと居酒屋みたいなところ行ってタコの釜飯頼んだら20分ぐらい時間かかりますと。で釜飯のこう炊いてないのが出てきて、下に火をつけてタイマーで20分測ってチンってあのピッピッとなったらお食べください。そのタイマー出てきた時、タイマーあれはないって言ってなんかすぐつなげてしまうし、例えば誰かでスタッフやっててちょっとコンビニ行ってきますで帰ってきました、先輩スタッフがお帰りなさい、お帰りなさいが5回に帰りなさいって言ってすぐ靴に結を結びつけてしまう。ヤクルト配ったおばさん見ても、あ、この人ヤクの場合にいいんだとか。一番やばかったのは去年の暮れかな、親知らずで痛くなって、あんまし痛いから歯医者で抜いたんですよ、親知らず。
ね、痛かった時よりも抜いた後の方がもっと痛くなってこんなことだって抜かなきゃよかったみたいな。でも歯医者さんから痛み止めもらってて、あんまし痛いから1錠飲みました、効かない。2錠飲みました、効かない。3錠飲みました、効かない。これ俺薬中じゃんと思ってどうしようと思った時、頭によぎったのは、近藤さんは、近藤代表は歯が痛くて隠せて最初やりだしたんですよ、痛みが止まるから。それを思い出して、この痛み止めんだったら覚醒剤だなって、いつも頼んでたヤクザの売人に電話しようかなって頭よぎって、でもうって我に帰った時、そのヤクザの売人今誰かにいるんですよマジマジ。しかも俺より辞めて6年も薬辞めてて、自分で自助グループとか作って新しい仲間たちの手助けとかしてるんですよ、ヤクザの売人が。その人に頼めないな、その子分に電話しちゃおうかな、その子分もダルクにいいんですよ。でダルクの寮とか任されて寮長とかやってるんですよ、それとも。すごいなダルクと思って、いやその子分には頼めない、どうしようと思って、ようやくたどり着いたのがボルタレンって座薬、あれをお尻の中に入れたら歯の痛みやっと止まって、はぁってその後逃げ切ったんですけど、この話の皆さんすごいとこ、ヤクザじゃなくて大学で済んだって。いや、あの、うまい。いや、これが田代正史ってことかなって、すいません、ふざけてるわけじゃないんですよ。まず田代正史の公演見たけど全然あいつ反省してないよとか、あの SNS とかであげないでくださいね。時間どのくらいですか、もう。どうする、まだ、まあ3時10分ごろかな。ん、3時10分ごろかな。ん、3時10分ごろかな。3時10分ってとこは全然聞こえない。あの今日東京から近藤代表のその高知の担保をって本当、僕の、マーシーの薬物リハビリ日記っていうの、まあ数少ないですけど持ってきてますんで、もし興味がね湧いた方ぜひ読んでみてほしいなと。でこの講演終わった後に、あの入り口のところでサインとかね、ツーショット喋るとかいいんで、ぜひ、あのね、僕、買ってほしいとか言ってんじゃないんですよ。買ってくれって言ってんですよ。近藤さんもサインしますんで。近藤さんの本すごいですよ。今、書店になくて、ネットで2万8000円とかそんな値段で出てるんですよ。普通の値段で今日売りますから。俺のサインした本なんか、ヤフーオークションで、1200円なんですけど、2800円でサイン付きのが出てましたからね。俺がサインしたやつだったら2800円なんですけど、儲けるチャンスですよ、皆さん。まあ、お手元にずっと置いてほしいんですけど、まあ、最後に、さっきお話した近藤代表、この間で75歳の誕生日を迎えました。ね。まあ、いつまでも、ね、僕たちの、こうね、目指す、導いてくれる人でずっと長生きしてほしいなと思うんですけど、最近ボケが始まってちゃってね、携帯なくす、切符なくす、眼鏡どこ行ったって欲してるし、もうひどいんですよ。もうそばでお世話するの大変なんですよ。この間もマーシーも何ポケモン6やってるの、いやこうですから数字1個増えてますみたいな、まあ、iPhone6 となんかごっちゃになってるんでしょうね。ガソリンスタンド一緒に車で入っても、ガソリンスタンドのお兄ちゃんは現金ですかって言ったら、はい、おかげさまで現金です。
あのこの間仲間たちのこう結婚式ハワイ行ったんですよ、近藤代表。僕は行かなかったんですけど、でその時 の、 あの VTR 見せていただいたんですけど、ハワイって皆さん知ってるんですか、アロハっていうね。それあの映って人たちが全員こうやってやってて、近藤さんもやってたんですよ。よく見たら狐になってるんですよ。まあそんなに長いことないなと思って、まあこうなったら俺が大工ついちゃおうかなと。だってすごいですよ皆さん、薬物依存ってキーワードでヤフーで検索すると近藤さんを差し置いて俺の名前が最初に上がってくるんですよ。なんか嬉しいんだか寂しいんだか複雑な気持ちなんですけど、もうここまで来たらもうね、この世界に没頭しようとね、思ってますんで、皆さんもぜひ応援してほしいなと、まあこの後近藤さんと一緒に、茂原さんと一緒に、まあ、トークショーみたいなのもあるし、そういうところで皆さんにご質問とか受けたりしますんで、この後も楽しんでいてください。ありがとうございました。100回、記念特別番組ですが、今日はあのその第2部をお送りしました。第3部はですね、年を明けて1月の5日の日、第1の木曜日ですが、そうですね、年を明けて実はとあれですよ、うちが営業する初日です。初日ですね、はい、はい、ということであの、第3部はですね、正月5日の日にお送りしますので、また見てください。その時はですね、近藤恒夫さんと田代さんを交えてのトークショーということで、あのお送りしますので楽しみにしててください。それでは、はい、じゃあおやすみなさい。